こんばんは。こんばんは。阿部さん、なんか久しぶりのような気がするんですけど、ちょっと忙しくて。ちょっと今月は忙しくて。ですよね。はい。今日どうでしたか。今日はまたディープハーフ続きで、とりあえず前よりは入りはスムーズにできるようになりました。はい。あとで軽量級がいっぱいいたんで、大変でしたね。今日はちょっと本当に疲れました。はい。で、最後農技もやってたし。はい。農技楽しかったです。またよろしくお願いします。で、菅さん。なんか久々のような気がして、すいません、ちょっと故障中、この間負傷して故障中、今日もちょっと動きできなかったんですけど、リハビリでしたね。まあでもだいぶ動けるようになったんで、あ、本当ですか。まあもうちょっとかなって感じで、はい、じゃあ足でマットになって、また練習お待ちしております。期待しております。はい。そして渡辺さん、お疲れ様です。なんかしなくてもいいような、これだけの人数なのに親子でまだ戦ってましたね。はい、いつでも戦ってます。本当、はい、家でも戦ってます。家でも戦ってます。本当ですか。はい、どうですか、渡辺さん。久々でこの人数ちょっと多かったと思うんですけど。あ、もう楽しかったですね。楽しかったですか。はい、はい、まあ、いっぱいスパーできました。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっと一番練習してる親子かもしれませんので、よろしくお願いします。はい。そして、おっ、残りは今月、はい、残りは4月の16と30、うん、やっております。はい、よろしくお願いします。いで主流クラスです。はい、はい、そして目玉は、目玉は4月14日の、はい、橋本智之選手のガードリテンションセミナー、うん、都市民体育館で1時からやってます。うん、もう30人ぐらいね、はい、揃ったと聞いたんで集まってます。目指せ40人。およろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあさよなら。